ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。6月13日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは12日金曜日の16時10分現在の土中水分量を見ていきましょう。これまでの雨量が多くなっています。特に九州南部や紀伊半島南部、また東海エリアでは、かなり水分量多くなっているところがあります。こちらのエリアでは少しの雨でも土砂災害などに十分に警戒してください。では土曜日の天気アイコン見ていきましょう。梅雨前線の影響で西日本から東海地方では強い雨や大雨に注意が必要です。長時間雨が続く可能性もありますので、河川の増水や道路冠水、また土砂災害に警戒してください。そして関東地方も雲が多く雨の降りやすい空です。外出時は傘が必須です。一方で東北や北海道は日差しが届くところが多くなりそうです。気温が上昇し30度近くまで上がるところが多くなりますので、熱中症対策しっかり行ってください。北海道、東北ではにわか雨の可能性がありますので、空の変化にお気をつけください。そして梅雨明けが発表された沖縄、土曜日は夏を感じる日差しが降り注ぎます。気温33度まで上がる予想ですので、しっかり水分補給、塩分補給を行いながらお過ごしください。土曜日は強まる雨に警戒が必要です。以上、お天気をお伝えしました。